では続いて、23歳2年目、小学校教師です。学校外の社会のことを知らない自分が勉強行動すべきことはありますかということなんですが、別に学校の外のコミュニティに参加したらいいんじゃないですか。っていうか、社会に出ていく子供をさ、教えている先生が、学校外の社会のことを知らない自分が行動すべきことは何ですかって僕に聞いたらやばいよね。いや、はっきり言っていいですか？自分で考えたらどうですか？これは。子供たちにだって教えるために、自分の頭で考えて行動することを教えるっていうのが先生ですよね。そう、導くのが先生ですよね。だったら、2年目の小学校の先生で社会のことを知らないんだったら、例えば社会のことを調べるとか、社会に例えば関われるように、まあ別にこっそり副業やるとかでもいいし、そういうコミュニティ入るとかでもいいんですけど、そういうことやって社会のことを知ったらいいんじゃないですか。あるいは一旦そのなんかあれじゃない、就職してさ、社会のことを勉強してから、それから先生に戻った方がいいんじゃないですか。あともう一個、学校の先生っていう職業を本当に自分がやりたいのかは考えた方がいいかもしれないですね。僕が思うには本当に先生やりたいのっていう、安定求めてやってるだけじゃないかとか、あると思うんですけど、本当に先生やりたいのかっていうね。本当に先生やりたいんだったら別にいいんじゃないですか。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。